シャミ、仙蓋は、湾足動物門絶化苦つなしたからめシャミ、仙蓋科の総称である。あるいは競技には、シャミ、仙蓋科の一種リンギュラジャスパイディアの和名と申されるが、ここでは、シャミ、仙蓋科を扱う。シャミ仙、貝という名で、貝殻様の殻を持つが、貝類ではない。鬼は、筋肉があるだけで、内臓はすべて殻の中に入っている。 殻は二枚貝のように見えるが、二枚貝が左右に殻を持つのに対して、シャミ、仙貝は、腹肺に殻を持つ。殻を開けると、一体のバネのように巻き込まれた構造がある。これは、触手管と呼ばれ、その上に短い多数の触手が並び、そこに繊毛を持っていて、水中のデトリタスなどを集めて食べるための器官である。得意な外感は、日本では、シャミ線に例えられているが、 中国では舌やもやしに例えられて命名されている。太古から姿が変わっていない生きている化石の一つと言われることも多いが実際には外形は似ているものの内部形態はかなり変化しており生きた化石とは言い難いという説もある。化石生物と現在のものとは別の仮名や俗名が付けられている。2003年には殻の形が大きく変化していることから 生きている化石であることは否定された。砂泥を行く緑三味線が4体から熱帯の砂泥地に分布する。日本では青森県以南に分布する。砂泥の中に竹穴を掘り、長い尾を下にして潜っている。中国では北海湾以南に分布する。台湾にも見られる。生息数が減少しており、地域によっては絶滅が危惧されている。 大森海塚の発見者であるエドワード・エス・モースは、明治10年に、シャミセンガイの研究のために来日し、滞在する間におよそ1ヶ月の間への島臨海、実験所で研究をしており、その間に、緑シャミセンガイを500個体も捕獲した。日本における代表種、緑シャミセンガイは、岡山県小島湾や有明海で食用とされる。有明海では、メカジャと呼ばれ、 福岡県柳川市や佐賀県佐賀市周辺でよく食用にされる。殻及び食事管の内部の筋肉や内臓を食べる。味は2枚以外よりも濃厚で、甲殻類にも似た独特の旨味がある。日本での料理としては、味噌汁、塩茹で煮付けなどにすることが多い。中国では、関東省深祉公市、厚生地湾族自治区北海市などで主に海豆目などと称して、 炒め物にして食べられており、養殖の研究も行われている。ありがとうございます。